タイムズスクエアの位置タイムズスクエアタイムズスクエアはアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタンクミットタウンにある繁華街交差点の名称マンハッタン島の42丁目と7番街ブロードウェイの交差を中心に位置し東西は6番街から9番街まで南北は39丁目あたりから52丁目あたりに広がるが厳密な境界はないいわゆるブロードウェイミュージカルが上演されている格 シアターが所在するシアターディストリクトの中心とほぼ一致する。タイムズスクエアには建物外壁への広告の設置が多く、世界中の企業が広告や巨大ディスプレイ、ネオンサイン、電光看板などを設置しており、アメリカのみならず世界の繁華街の代表的風景とも言える。世界中からの観光客が集まる場所でもあり、ここの交差点は 世界の交差点と言われる。なお、このビルボードの設置は観光振興策として法律で義務付けられている。以前の名称はロングウェイカースクエアであり、ニューヨークタイムズ社の本社が現在のワンタイムズスクエアに移転してきたことから、1904年4月に現在の名称であるタイムズスクエアに改称された。タイムズスクエアの北側の三角地帯は法的には ダフィースクエアという地名である。これは、ニューヨーク市不評第69連隊の従軍牧師であったフランシス・ P ・ダフィーの名前からとって1937年に名付けられた。ダフィーの記念碑ジョージ・エム・コハンの像、シアター格安チケット売り場、TKTS、そして赤い階段状の座席がこのエリアにある。ダフィースクエアとダフィー像は2001年に、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録された。1904年、ニューヨークタイムズカンパニーの本社ビルが42丁目の角に移転してきた。同年4月8日、これを受けて、ジョージマ・クレラン・ジュニア市長により、名称が現在のものへと変更された。タイムズ市編集者の要請により、地下鉄駅も作られた。 タイムズ市本社ビルは1913年に少し西のタイムズアネックスへ移転したがタイムズスクエアの名称は残った。1910年代から1920年代にかけて劇場、音楽ホール、きらびやかなホテル等によりタイムズスクエアは急速に発展を見せた。1930年代の世界恐慌の訪れと共にその雰囲気はがらりと変わる。いかがわしい章や レイヤのエロティックムービーを上演するような風俗街へと成り下がり多くの危険地帯も生まれる。その結果、1960年代から1990年代初頭までタイムズスクエア一帯はニューヨーク市の危険地帯を代表する場所とまで言われるようになった。1990年代半ば、ルドルフ・ジュリアーニ市長の指揮の下、その一帯からはポルノショップ等は姿を消し、 安全面を向上させ、観光客に親しみやすい地域として、タイムズスクエアは生まれ変わった。1904年から毎年12月31日から1月1日にかけてのカウントダウンは世界的に有名で、2005年はタイムズスクエアにおけるカウントダウン100周年ということもあり、世界各地から約70万人が訪れた。2007年度は、 タイムズスクエアボールを導入してから100周年であり、初めて発光ダイオードの推奨級が導入された。例年多くの観客を集めてきたカウントダウンだが、2020年から2021年のカウントダウンは2019、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、規模を縮小してバーチャルで行われることになった。マンハッタン島のミッドタウン。 セントラルパークの南端より10ブロック程度南に所在し、マンハッタン島の東西中心からやや西に寄った付近に位置し、実際に住所はウエストサイドに属する。地上や地下駅構内を含め、観光客を含め利用者が非常に多く、駅構内でストリートミュージシャンの演奏を見ることも多いなど華やかな場所であるが、混雑や構造の複雑さから乗り換えなどを含め、 わかりにくい面がある。繁華街一般と同様、釣りなどの多発にも注意が喚起されている。また、路上パフォーマーの写真を無断で撮ると、チップを要求されるので注意が必要である。また、拒否すると暴力を振るわれたりするなどの事件が発生している。また、大手チェーンではないお土産屋や,や、路上販売店では、偽物やぼったくりに注意する必要がある。 タイムズスクエアの西側には近隣空港、都市などへのバスターミナルであるポートオーソリティバスターミナルが位置する。また、この西側のエリアはヘルズキッチンと呼ばれる地区で、かつては全米屈指の治安の悪さを誇ったが、現在は多国籍レストランの密集地として賑わっている。東側はオフィス街で6番街沿いを中心に高層ビルが立ち並ぶほか、さらに東には ロックフェラーセンター、5番街などのショッピングエリアが隣接する。ブライアントパークもほど近い。タイムズスクエア内には、1タイムズスクエア、2タイムズスクエア、3タイムズスクエア、4タイムズスクエア、5タイムズスクエア、6タイムズスクエア、7タイムズスクエア、1タイムズスクエア、20タイムズスクエア、ベルテルスマンビル、パラマウントビルなどが立つ。 タイムズスクエアの交差点ニューヨーク市地下鉄のタイムズスクエア42丁目駅がほぼ直下に立地し NRQW 系統と1.23系統、7系統、S 系統が交差する AC 系統の42丁目ポートオーソリティバスターミナル駅と持ち稼働でつながっている全急行路線が停車するクイーンズやダウンタウンからアッパーウェストサイドへ向かう場合など ここで乗り換えとなることも多い。ニューヨーク市バス M7、M20、M42、M50、M104 路線のバスがタイムズスクエア内に停車する。また、一部ロック西には長距離バスのポートオーソリティバスターミナルが所在する。タイムズスクエアには、ABC のグッドモーニングアメリカ、MTV のトータルリクエストライブのスタジオがある。4タイムズスクエアには、 ナスダックマーケットサイトが設置されている。西の外れにはニューヨークタイムズ本社ビルがある。年間5000万人の観光客、年末のカウントダウン制中継など、アメリカ人以外の目にも触れやすい場所であることから、ビルボードの売り手市場としては、世界的にも屈指の場所。2007年の形質量の相場は、 掲載場所やスペースの差こそあれ1ヶ月27万5千ドル40万ドルという高額。このため1960年代のキャメル、1990年代のカップヌードルといった目を楽しませるギミックが用いられた看板も多い。ありがとうございます。